ロムタ B 偵察装甲車は、イスラエルの IAI 社ロムタ部門で開発された、理輪式の偵察装甲車である。B の名称は、ラシル・ベンヤカブの頭文字をつなげた、当時語である。ラシルは、ヘブライ語で、車両、を意味し、ベンヤカブはこの装甲車を開発した一つベンヤコブの名前を由来とする。B は、ラビと読まれることもある。 ロムタ B は1975年に IAI 社のロムタ分母により B マーク1として開発され B マーク2に改良された後3代目はラム -2000 の名称となったロムタ B は低姿勢の4四輪駆動の走行車で車体側面は 8mm の後半車体底面は 10mm のカーボンスチールで防護されている員出場部は オープントップである。車体形状は V 字型車体で上員の地雷からの防護に重点が置かれた設計となっており、後年の不評起動車や対地雷復撃防護、走行車にも通じるデザインコンセプトとなっている。前輪と後輪は車体の前端と後端に離れて取り付けられているが、これも地雷に対する防護措置の一つで、タイヤが地雷を踏んで爆発した場合の車体や、 乗員への被害を軽減することを目的としている。また、バンパーはカーボンファイバー製で、これも地雷の爆発時に危険な破片を撒き散らす、可能性を減らすための工夫である。また、グアテマラでの回収系を除くと、B には乗り降りのためのドアがない。これは、乗降の利便性よりも、車体の防御力を重視したためとされる。こういった、 様々な防護策が講じられたロムタ B は開発評価時には実際に様々な種類の地雷の爆発に対する防御力がテストされた。ロムタ B は前線での偵察活動のほか長距離パトロール、コマンド部隊の活動用など様々な用途に使用することが可能である。基本武装は2から5兆の 7.62mm 機関銃であるが、 改良型のマーク2では、M20 機関銃、BGM-71 等待戦車ミサイル、TCM-20 対空機関砲、M40106mm 無反動砲などを、搭載し火力を増強したバージョンも開発されていた。ロムタ B のユーザーであるグアテマラ軍では、1990年代に B マーク1に対する近代化改修を行い、 6.8リットル V8、ディーゼルエンジンへの換装、ケブラー繊維製の屋根の装備と、それに伴う昇降ドアの増設、機関銃、リングマウントの増設などを行っている。ありがとうございます。